はい、皆さんこんにちは、八木下と申します。本日はですね、この声温めましたの第7話のお話をしていければと思っております。まだ7話ですからね。7話なので、まあ今回最後誠が一応結ばれたんだけど、まだ7話ですからね。でこのドラマの主役はね、森七菜ちゃんと中村倫也さんでございますので、まだ7話ですからね。本当にもうちょっとね、もう誠がかわいそうになってきました。本当に私は今回もですね、結ばれたんだけど、誠あって馬だろうなこれはみたいな感じでですね、ちょっと見てしまったところがあって、非常に楽しんでる、完全に楽しんでるんですけれども、ちょっといろいろと本日もですねお話ししていければと思っております。本日全部で6つお話しさせていただければと思っているんですけれども、まず最初にもちょっと率直な感想をお話しさせていただいて、でですね、今回ちょっとビジネスネタが少し復活しておりましたので、消費者ニーズと企画を考える学びについてお話しさせていただきます。でもここから先はもうちょっとラブコメのね、話をもう好き勝手、述べていきたいと思うんですけれども、ちょっと絶対に誠は幸せになれないと、私は思っておりますので、ちょっとその話をさせていただいて、でですね、資格関係の矢印が変わったので、皆さんもお分かりだと思うんですけども、その話させていただいて、ね、スノードームの話をしてですね、来週どうなのって話で締めさせていただきたいと思います。でですね、この声温めました、前は放送後に私動画アップしてるんですけれども、オリジナルのストーリーなので、もちろん考察というか予想をね、立てる部分っていうのもあるんですけど、基本的にはラブコメなので、あそこが面白い、ここが面白い、誠が報われねえとか、大体そういう風な感じで好き勝手にこう話してるんですよね。なんですけれども、ちょっと理由がわからないんですけれども、先週の動画とかですね、再生回数が1万再生超えてまして、で、しかも結構ですね、視聴時間も長くて、本当ありがとうございますって形なんですけれども、ちょっとですね、こんなね、34歳の男一人でラブコメ語ってるのも恐縮ですけれども、本日もぜひ皆さんのですね、息抜きの動画となればと思いますので、どうぞお楽しみください。ではですね、まずちょっと第7話の途中の感想からお話しさせていただければと思うんですけど、楽しみましたよ。今回も非常に楽しんだんですけれども、まず、一応ちゃんとね整理すると、一番最初に話すこととしては、前回前々回ぐらいで結構、別にいいんですよ、ラブコメのドラマなんでいいんですけれども、もう本当にもう全面的にラブコメって感じのですね展開で進んできたんですけれども、今回ですね、またちょっとビジネス要素も少し復活してて、で結構第1話第2話第3話ぐらいに私が見てきて、もちろんラブコメだからラブコメの部分がね、ハラハラドキドキしながら見れれば面白いってか、もう合格点なんですけれども、そのプラスアルファのところとしてはビジネス要素っていうのがすごく面白かったので、その辺が今回、コンビニビジネスの学びというところをですね、商品開発の学びってところがあったのは非常に良かったかなというふうに思いました。でストーリー展開も完全に想定外でしたね。結局その前回の軽井沢の温泉旅行があまりに突拍子もなかったなと思ったんですけれども、ある意味伏線というかそういう感じになっていて、そのせっかく旅行で行った先の軽井沢が停電になってしまったから、ちょっと助けに行こうみたいな形でですね、そこがストーリーとして実は伏線になっていたっていうのも非常に面白かったかなというふうに思います。であとは、私の当初考えていたラブコメ展開の予想としては、例えば私の家政婦渚さんの、田所さん、瀬戸康史さん演じる田所さんっていうのは、メイちゃん、主人公のメイちゃんのことが好きで、ずっと好きなんだけども、一度も結ばれることはなかったんですね。ずっと片思いのまま終わっちゃったっていう役だったんですよ。いい人なんだけれども、それ当て馬ってよく言うんですけれども、なんですけれども、今回そのマサシは一応キキと付き合うことになったじゃないですか。マサシじゃねえや、マコト、マサシはあれです、マサシは深田恭子さん主演の初めて恋をした日に読む話のマサシですけど、マコトがその結ばれたじゃないですか。なのでそこのところはずっと結ばれないのかな、最終回まで一回も結ばれないのだろうなっていうふうにちょっと思っていたので、ちょっと意外な感じがあって良かったです。もちろんちょっとまた後で話すんですけれども、まだ第7話なので、ね、このまんまハッピーエンドなわけ絶対ないわけなので、ちょっとどうなるか分かりませんけれども、なかなか想定外のそういう展開っていうのが見れたのは良かったのかなと。浅間が社長解任されてからですね、結構想定外の方向にあっちこっちに話がいい意味で転がっているので、すごく楽しく、見れております。で、あとですね、キキのノリの軽さですね、結構、いろんな、所詮テレビドラマなんですけれども、楽しみはいいんですけれども、結構手厳しいコラム書かれる方とか、ブログ書かれる方とか、SNS で文句言われる方とか、結構いるじゃないですか。いや、いいんですよ、自由でね。しかも、タダで見れる民放のテレビだからいいんですけれども、で、その中で、よく言及されてるのが、結構、キキちゃん
に親しみを感じられないっていう否定的な意見っていうのが一部にあるんですよね。で理由は簡単で、結局そのキキちゃんって結構タメ口使ったりとか、何なのって社長目上の人に対してそのタメ口かつ文句を言ったりとか、そういったその一般常識がちょっと欠けているように描写している部分っていうのがあるので、なのでそこのところノリの軽さですよね。ここで書いてノリの軽さがあるので、そういうところを毛嫌いされる方がいてもまあおかしくないのかなと。でテレビドラマの中で私は別に気にする必要ないと思うんですけれども、まあそういうふうに、まあ、おっしゃる方いらっしゃいますよ、いてよいらっしゃるんですけれども、でも今回そのノリの軽さが結局その停電した軽井沢に行った時に、そのはい皆さんコーヒーを無料でお配りいたしますみたいな感じで、ちょっとセリフ全然違うと思いますけど、まあ、ノリ軽い感じ でですね、あの避難している方々に対してといい感じにコミュニケーションを取ってたじゃないですか。だからそのノリの軽さゆえに、ああいった緊急事態 でしかも初対面で、まあ、その壁がないに越したことがない緊急事態の状況下において、その避難している軽井沢 その住民の方々のとの壁がちゃんと吹っ壊した状態で笑顔でコミュニケーションを取れるっていう、そのいろんなコラムとか否定派の方々がおっしゃっている危機のその短所っていうのが今回長所として完全に生きていたので、そこは良かったなと思います。もちろん一般常識あるに越したことないし、目上の人に敬語を私もね極力使うようにはしますけれども、でもそういうところっていうのは、あの短所は短所としておぼろかす言うんではなくてですね、時には長所として光るってことを今回、改めて感じて、ある意味危機の性格、そういう性格で要はフィクションのこの物語、作られたわけですけれども、そこがうまく長所として生きていてよかったなと思いました。であとは、まあ、何度も最初から言ってますけども、誠がですね、やっぱりその今回要はキキちゃんと結ばれたんですけれども、まあ、自分としてはまだ第7話だし、このまんま終わるわけはないでしょ絶対に。だから、まあ、なかなか素直に喜べない自分というか、どうせ最後はうまくいかねえんだろうなっていうにちょっと思っちゃったりもしている状態でございます。はい、これが一応今回率直な感想ですね。といってもまあ慣れるんですよ、もうずっと感想続くっちゃ続くんですけれども、まあまあちょっと正立てしておりますので話次に入っていきたいと思います。で今回はそのビジネス要素というか学びとしては、消費者ニーズと企画を考える学びっていうのは非常に良かったなと思います。ちょっとメモは私のカンペなんであんまり気にしなくていいんですけれども、まずですね、この移動コンビニですね、移動コンビニが結局その、まあ、今の社長がね、ココエブリン、ココエブリン社長は要は東京なんてどこにでもコンビニがあるんだからニーズねんじゃねえみたいな感じで否定的だったんだけれども、でもニーズっていうのはその例えば東京って言ってもいろんな東京があるわけじゃないですか。だからもちろんそのね、都心のその山手線の中とかでコンビニ確かに点在、もう歩いたらすぐコンビニがあるとかそういう地域もちろんありますけれども、だけども例えば今回その挿絵的な描写で入っていたものとしては工事現場の前に行くとか、もしくはお年寄りがいらっしゃる方々のところに行くとか、あと公民館の前に行くとか、そういったところいくらでもあるわけじゃないですか。なのでそういった形で移動コンビニのニーズっていうのは一概にその自分たちが生きてる周りで見るとコンビニあるじゃんみたいな感じで思うけれども、でもそうじゃない地域も東京に限って言ってもあるよっていった形で、そのだから自分の半径その1キロ圏内だけで価値観物語物事のその物差しで測ってしまうっていうのは危険だなと、ちゃんとニーズがあるんだよっていうところの、その移動コンビニのニーズに関してというか、そのビジネス判断においての価値観っていうことに関しての学びがあって非常に良かったなと思いました。であと次に、企画を出す時の気持ちですね。要は新しいスイーツの企画を出す時に今まで成功したスイーツの長所をうまくまとめた形で、まあお行儀のいい、全然悪くない、要はけなすことは絶対ないんだけれども、お行儀がいいそのスイーツの企画っていうのが今回リホーが出してきたわけなんですよね。なんですけれども、まあ、それに対して結局今回まあ出ていた内容としては、それはもちろん勉強熱心で、だからこそいろいろな長所をうまくかいつまんでそういう企画を出した、何も悪いことではない、だけれども本当に自分がこれを作りたいとか、これを誰かに食べてほしいとか、そういった熱意を感じないっていうふうに言ったんですよね。これがだから企画を出す時の気持ちとして非常に一つ学びだなというふうに思いました。まあ、例えばちょっと皆さんと当然ね、私本職違うんで例えとして面白いかわからないですけれども、私普段は映画メディアシネマズプラスというの編集長してるんですね。先週リニューアルしてちょっと多忙で動画の本数最近減ってるの申し訳ないんですけれども、でなんですけれども、まあ、ライターさんと企画
の要はやり取りをするわけです。私編集長なので、その企画の、OK とかダメとかこうしてとかいろいろやり取りするんですけれども、極力ですね、うちのメディアでは、その例えば私がシネマズプラスはこうあるべきであるみたいな、そういったものを基本的には掲げてないんですよ。っていうのは、そのライターさんがこういう、私はこの作品が好きだからこの作品を語らせてくださいとか、この女優さんが大好きだからこの女優さんを応援するような記事を書きたいですとか、そういったその熱意であるとか好きっていうところから文章にその気持ちが宿ると、やっぱり他のお行儀のいい記事、例えばじゃあ誰かの女優さんの記事を書くにあたって、女優さんの経歴、代表作、そしてその中で一番おすすめな作品3選みたいな感じでお行儀のいい記事を書かれるよりも、もう私はこの女優さんが好きなんです、こことこことここが可愛くて好き、演技だったらこういうのが好き、その中でも一番好きな作品はこの一本ですみたいな感じで書いてくれた方が読者も楽しめるし、そのそういうね、お行儀のいい記事なんて他のところが書いてますから、だから別にそういうのいらないんですよ。なのでそういった形で熱意があって独創的な記事っていう方が、意外とそういう本の書かれた方がアクセスもいいし、で検索とかでも結構上位に乗っかってくれたりするしって形なんですよ。だからそれって、その企画を出すときに、その他の方々、例えばじゃ女優さん、じゃ森奈々ちゃんでしか、森奈々ちゃんでググったときに、一番上から下までじゃ10記事ぐらい読んで、そこのいい部分だけかいつまんで記事、それパクリって言うんですけどね、っていう形で記事を作るよりも、私は森奈々ちゃんのこれが好きですって記事の方が絶対に面白いんですよ、っていうのとスイーツの企画が同じだと私は思いました。なんでそういった意味で、そのお行儀のいい企画、もちろん万人に向けて大切な企画っていうのもあるので、一概に様々なその業界っていうのが、こういった形で熱意であるとか思いっていうのを大切にするっていうのが正解じゃない、これはもちろん分かります。そのお行儀がいいとか、うまくかいつまんで綺麗にコーティングされたお行儀のいいものを作るべき業界であるとか時っていうのもあるかもしれない。だけども今回この、ドラマではそれも悪くはないっていう否定をしないでおきつつも、その独創的というか自分の思いをちゃんと乗っかったものっていうのを作った方がいいんじゃないのっていう学びがですね、あったというふうに思いました。であとは最後に、まあこのシーンですけれども、ニーズのその先の居場所ですね。これも要は浅場がですね、まあ危機って結構こう情に熱いというかところがあるじゃないですか。で例えば今回この移動コンビニにおいて、まあ上はニーズを掘っていくって形で、ある意味本当にビジネス視点で成功すると思うよって形で話を進めたんですけども、下っていうのは困っている軽井沢の方々がいて、でまあ東京からだったら軽井沢までまあ2時間かからないぐらいだと思いますので、高速使えばね。なのでそうすると、まあ、そこに助けに行くだけの価値があると。で助けに行ったら、そのもちろん、まあ、お腹を空かせてたりとか、あったかいもの食べれない方、住民の方々に対してそのサポートすることができたと。でそこで笑顔が生まれるし、で笑顔が生まれると、そのまたその先のね、その周りで助けるというか、住民の中でも余裕がある人が増えてきたりとかして、でちょっと余裕がない方々をこう助けたりとか、会話が生まれたりとか、そういった形でそのコンビニっていうものが居場所になる、移動コンビニが居場所になるっていうことが、まあ、危機がですね、ある意味実証したと形になりました。で浅場は結局多分そこがラブコメと話つながってくるんですけれども、そういったその危機の熱い思いっていうのと、浅場の中にある論理的なビジネス思考っていうのが多分今回バチンと多分頭の中で化学反応を起こしたんじゃないかなと思うんですよ。っていうのは、その今回最後のところでラブコメの方の話ですけれども、誠と危機が付き合うっていうことを誠が言ったら、なんか浅場ちょっと寂しそうな顔してるじゃないですか。なのでその辺での多分そういった化学反応が起きた上で、多分そういう反応になっているので、といった形のそのニーズのその先の居場所というか、そのビジネスをするにあたってビジネスだけで考えると、やっぱりもうこういったね、ビジネスが多様化していて、インターネットもある時代ではなかなか独創的なものは生まれないと。それはもちろん当然ビジネス的な論理的な思考大事だけれども、その先の情であるとかメッセージであるとかね、そういった熱意であるとか、そういったものが大事だよってことがですね、この企画を出す時の気持ちであるとか、ニーズのその先の居場所というですね、話で非常に垣間見ることができたので、そういった学びの多い回だったなというふうに本日は昨日放送の回では私は思いました。はい。でですね、といった形でまともな話、まとも真面目な話をしましたので、誠の話に行きますね。守りたいこの笑顔、守りたいねこの笑顔ね、本当にね、もうお前は幸せになってほしいと思うんですけれども、絶対幸せになれないと私は思うわけですよ。
だって主役じゃないじゃないですか。主役じゃないのに第7話で主役の女の子と付き合い始めてるんですよ。そんなのうまくいかないに決まってんじゃないですか。もう誠の人生は終わった。もう誠は終わりだ。もう私は誠を応援してるけれども終わりだ。もう本当に何言ってるか分かんないと思うんですけど、っていう風に思ってる方も多いと思うんですよ。ほら本当多分本当その通りで、誠今回は幸せになったし、マジでとかめっちゃ嬉しいっつって危機に抱きついてたけれども、いやー無理だろうな、多分このまま2人が結婚するとかないでしょ。そういう終わり方あったらあったでこれまた予想外の展開でね、いいんですけれども、ね、なかなか。まあでも今回そのビターな感じというか、要は浅場がなんか一人寂しそうっていう感じがあったので、多分、また来週以降もくすぶると思うし、来週の予告編とかを見てもキキの心の中にやっぱりまだ社長浅場がいるんですよね。だからそういった意味で、要は浅場とリホと同じような状況になってると思うんですね。浅場とリホは一応まあ付き合ってるみたいな今感じになってるけれども、こっちはこっちでそのね、一応付き合ってるって形式的になったけど、やっぱりキキの心の中には浅場がいる。で、浅場とリホに関しても浅場の心の中にはキキがいるって形で、あーこれはなかなかちょっとビターな展開が待っていそうですけれども、ちょっとそういった感じですね。あ、そうそうそう。で、一応ちゃんとまあ申し上げていこうと思うんですけれども、ですね、誠を私動画でね、結構ずっと応援してるんですけれども、不意打ちキスの一件あったじゃないですか。で、不意打ちキスのあのシーンが、その交際相手でもない女性に対してキスをするのは、その軽犯罪だか猥褻だかうんたらっていう形で、倫理的にああいう描写をテレビで展開するのはおかしいっていう形の論争が一部で繰り広げられているようでございまして、私の動画のコメントにも誠を応援するのはおかしいぞというような形のコメントをいただいております。多分バト評価が一定量あるっていうのも多分そこが原因なのではないかなというふうに思うんですけれども、ドラマはドラマ、現実は現実、私は現実ではあんなことを男性は交際してもない女性に対して絶対にしてはいけないというふうに思っておりますけれども、ドラマとしてはですね、例えばですけれども、この声温めますこのドラマに限らずですね、不意打ちのキスであるとか、不意打ちのですねハグであるとか、壁ドンであるとか、さまざまなものありますよ。例えばですけども、大げさに言ったらとどめのキスってドラマありっても、キスすると時間が変わるっていう展開のものとかもありましたけれども、こう付き合ってないのにキスしてね、そういったものもありましたけれども、なのでそこはフィクションとしてですね、このドラマの中では一つ成立するというか、そのシーンはなんか実際付き合うことにこれなったので、別にね、そのいきなり見ず知らずの人にキスされたわけでもないので、その物語の中でそれがあったのは別にいいんじゃないかなというふうに思っています。ただし、はっていうふうに まだ思われている方いらっしゃると思いますけども、現実世界では 100% やってはいけないものでございますので、そこは私は切り離して考えたいと思います。それをですね、切り離して考えないと、例えばですよ、じゃあオーシャンズ11、12、13、そしてオーシャンズ8っていうですね、ハリウッドの、強盗のドラマありますけれども、あれらの映画を犯罪者が主役なんて倫理的に問題だ、日本で公開すべきじゃないなんて言ったら、犯罪系のドラマ、マフィア系のドラマ全部なくなるじゃないですか。医療系のドラマで医療事故が起きるようなドラマの医療事故を起こしちゃダメだってなったら、何も表現の自由ってものがなくなってしまうんですよ。なんでそこはちゃんと切り離して考えましょう。切り離して考えるべきですし、予想でも納得いかないって方はドラマを見るべきではない、そして私の動画を見るべきではないと思いますね。そこは絶対切り離して考えていただければというふうに思います。ドラマとしての誠はですね、一応付き合うことになりましたので、結ばれないと思いますけれども、応援したいと思います。はい、じゃあ次行きましょう。でですね、資格関係の矢印が変わったって話なんですけれども、要は、誠とキキが付き合うようになって、でも浅場とリホは一応付き合ってるような感じになっているんですけれども、浅場くんがですね、このシーンではないですけれども、最後のその移動コンビニの軽井沢のシーンで、誠が俺キキちゃんと付き合うことになったって言った時のあの表情見た、あなた方皆さん見ました、あなたとか言っちゃう、皆さん見ました、あの表情で、あの切ない感じのね。でその後が普通の表情に戻るんですけれども、やっぱりね、だから来週の予告編とか見ても、その浅場の心の中にはキキちゃんがやっぱいるんですよ。男と女は複雑だ。今もまたね、またこういうことを言うとまた怒られるかもしれない。今、多様性の時代ですので、別にね、LGBTQ に関して、さまざまな、価値観があっていいと思いますけれども、やっぱり男女の恋、男性同士、女性同士の恋、絶対、もちろん OK だと思いますけれども、そういったですね、恋というのはですね、やっぱりこうね、すれ違い、そしてタイミング、非常に大事なんだというふうに思います。所詮、一般ピープルの私でもですね、全く恋してこなかったわけではございませんので、いろいろな経験
見がありましたけれども、タイミングって大事だぞ。若い方もしこの動画見ていたら、声はタイミング大事ですからね、ぜひですね、ほんまに言われたくねえと思うかもしれないですけれども、タイミングぜひ大事にしていただければというふうに思います。だから、朝場がまたね、来週多分危機に対しての思い、多分言うことはないと思う。まだ言うことはないと思うけれども、やっぱり心の中で好きっていうところはあると思いますので、ちょっと来週以降ですね、朝場の行動っていうのをまた楽しみにしたいというふうに思います。で、スノードームね。スノードームがやっぱり前回というか、そもそも今回のこの声温めましたの、オープニングのシーンで、スノードームが出ているので、やっぱり重要なものだってことは私もなんとか分かっていたんですけれども、前回スノードームを浅場がプレゼントしてですね、で浅場の気持ちを立つために、そのスノードームを今回返したわけですけれども、その返したスノードームですけども、そのスノードームの件をそもそもリホは知らなかったわけですよね。なんだけれども、そのスノードームが今回の、第7話の最後のところで、今回第8話、第7話、どちらっけ忘れちゃった、今回の最後のところで、要はその移動コンビニのトラックのところにこれが置いてあって、でリホがはっていう風になるシーンがありましたので、やっぱりそのリホがね、来週の予告にもあったけれども、浅場はその自分に優しくはしてくれるけれども、でも心のどこかにキキちゃんがいるんだろうなっていうことをですね、思っているんで、本当になんか報われない女性になってしまっていて、ちょっとかわいそうだなと思うんですけど、この二人がくっつくのかな、皆さんどう思いますか。本当にもう、どうなんだろうな。普通に考えれば、前回の予想でも私言ったんですけれども、多分この2人が最終的にクリスマスの日にくっついて、誠とリホがそれぞれ涙を流すか、2人で慰めは、その2人が付き合うってことはあんまないと思うけれども、っていう形になるのかなというふうに思っています。どうなんですかね、ちょっと楽しみというか、本当にどうなるのかっていうのですね、もうね、わーわーキャキャ言いながら来週も、私は見ていきたいというふうに思います。まあダメだな、スノードームはもう多分伏線として来週以降も残っていくことでしょう。はい、という形でですね、今回の話これで終わりにしたいと思うんですけれども、なので今回消費者ニーズであるとか、その企画を考えるってところで、学びもたくさんあった回だと思いますし、でその上でいろんなね、その誠とキキが付き合い始めるってことで、ちょっと想定外な方向に話が進みつつ、でもやっぱり浅場はキキのことが好きだし、もうそもそも主役は森七菜ちゃん演じるキキで、でその次が浅場、中村倫也さんでありますので、そうすればこの二人の恋愛、この二人がくっつくのくっつかないのっていう主題はですね、来週以降も残っていくんじゃないかなと思うんで、非常にその辺は楽しみだなというふうに思います。もうどことどこがくっついて、どことどこがくっつかなくても、もう来週も再来週も最終回までも、でもね、こうでもね、こんな展開私は許せない、この展開私は理想だったっていうふうに、もう何でもかんでも言えるのがこのドラマの魅力だから、私のその見解と違う、もし例えばもうね、このままね、誠とキキが付き合って、このままくっついてほしいっていう方もいると思い、多くいると思います、いると思うんですけれども、だからいろんな意見があっていいというか、そのいろんな意見をね、ぶつけ合うラブコメなので、楽しいなというふうに改めて思う次第でございます。ぜひ皆さんのこの、どことどこがくっついてほしいかとかのですね、コメントとかもいただければと思いますので、ぜひ来週以降も最終回まで皆さんと盛り上げていきたいというふうに思います。はい、ではですね、その第8話、来週どういう話かなんですけれども、ちょっとあらすじを読んでいきたいというふうに思います。付き合うこととなったキキと新谷、キキは照れつつも幸せな時間を過ごしていた。ある日、キキと新谷はデート中に浅場とリホに偶然出くわす。浅場のことを気にしつつ、なんとか会話をやり過ごすキキ。そんなある日、キキはスイーツの開発担当から外されてしまう。落ち込んだキキを抱えた、キキは落ち込んだ気持ちを抱えたまま、ココエブリー旅目黒店を訪れると、点々点という形になっておりますけれども、そうですね、やっぱり気になるのが、その浅場のことを気にしつつ、なんとか会話やり過ごすであるとか、あと来週キキがスイーツ担当外されてしまうってところとかは気になるのと、あと来週ですね、予告編の映像を見たらですね、浅場が本社、ココエブリーの本社に訪れるというか突撃してるシーンがあって、で井上キキ、君に会いに来たみたいな感じのことを言っていたので、多分もちろんそれ仕事の関係だと思うんですけれども、なのでちょっとまだまだ2点3点4点5点6点7点8点9点もう転がりまくるですね、ドラマになると思いますので、ぜひ来週以降も楽しんでいきたいというふうに思います。以上でございます。今日も本当に好き勝手お話しさせていただいて申し訳ございませんでしたね。半沢直樹の動画とかめちゃめちゃ論理立てて話してたんですけれどもね、こうやってですね、好き勝手気持ちのままに話すのも楽しいもんでございます。お楽しみいただけておりましたら幸いです。以上になります。ご視聴いただきましてありがとうございました。それでは。